テレビの前の皆さん、ボノスタールです。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、ライトマン AY 対タマラネーゼ。天候は晴れ、ボンボネーラから、実況金武彦がお送りします。タマラネーゼ。セルヒオラモス監督の考えを熟知した選手です。ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、今スタートしました。左にエンドを取るのはエンジと黒のユニフォーム、グランデ。ライトマン AY 監督は世界王者エルニーニョ監督。フォーメーションは 6-1-3。 クリスチャン・ベンテケ。ベンテケ入った、ゴールです。1-0、クリスチャン・ベンテケ怒涛のゴールです。ドンピシャリのシュートでした。前半10分、キックオフです。トラップ、ここから右に出した、インターセプト、横にはたく、ヘディングでクリア、抑えてパスを出してきた、ラニー、セルヒオ・ラモス、抑えてクリスティアノ・ロナウド、グリーズマン、フォワードにとって頼れる相棒です。審判に抗議しますが覆りません。イエローカード、アントワン・グリーズマン無念の表情を浮かべます。フリックから試合再開です。クリア、エルニーニョ監督、流れを変える指示となるか。さあ止めて、ベンテケ、ベンテケ上げてきた、クリスゴール、決まりました。前半31分、 CR7、クリスティアーノ・ロナウド、チャンスを逃しませんでした。確実に決めました。前半33分、キックオフです。エルニーニョ監督、ベンチから立ち上がって指示を出します。パロワ、パスを出してた、止めて、フラミニー、横に出してきた。さあフラミニー、ラニー、右サイドを駆け上がる、右足、イヴァノビッチ、ここで審判のホイッスル、2-0、前半45分が終了です。後半のキックオフです。クリスティアノ・ロナウド、ニースケンス、さあクリスティアノ・ロナウド、ラニー、シュート、ゴール、3-0、ザ・ビースト、クリスティアノ・ベンテケ、ゴールをいとも簡単に決め続けます。見事なゴールで期待に応えます。後半8分、さあキックオフです。セルヒオ・ラモス、積極的なチャレンジが効果を表しています。止めて、クリア、出して、ニースケンス、よく見ていました、前へ、サント、止めて、ジーニョ AFP 監督、大きな声で選手たちに呼びかけます。止まらない、ヘディングでしのぎます。トラップ、後半30分、エルニーニョ監督、残りの時間でどういった攻めを見せてくるのか。得意な右、レッテ、ゴールです。4-0、ザ・ビースト、クリスチャン・ベンテケ、3点目も決めてきた、ハットトリックだぜ。後半34分、ジーニョ AFP 監督、期待を込めてピッチに送り出します。後半35分、キックオフです。奪われる、パスを出す、サントン、縦にダッシュ、エルニーニョ監督、攻撃の動きに変化を持たせます。ボールを出します、試合終了、4-0、
ブランデン、ライトマン AY、 ワールドクラブチャンピオンフットボールカップ、ついに優勝カップを手にしました。